電子申請による税務証明の申請方法についてご説明します。なお、電子申請は本人からの申請のみ受付しています。申請に必要なものについて、1、名古屋市電子申請サービスへアクセスするためにスマートフォンまたはパソコンを用意します。2、本人確認に使用する本人確認書類の画像データを用意します。なお、アップロードできる本人確認書類の画像データはご覧の通りです。3、クレジットカードを用意します。なお、利用可能なクレジットカードはご覧の通りです。手続きの流れについて、申請者本人が名古屋市電子申請サービスの税務証明交付申請フォームから申請します。市税事務所において申請内容を確認します。市税事務所から申請者へ手数料及び郵送費の支払い依頼の電子メールを送信します。申請者がクレジットカードで支払いをします。市税事務所から申請者へ証明書が郵送されます。対象の証明書について、電子申請の対象の証明書はご覧の通りです。申請の方法について、名古屋市公式ウェブサイトのトップページで名古屋市電子申請税務証明で検索し、電子申請による市税に関する証明の申請手続きのページへ進んでください。またこの動画の概要欄のリンクからページへ進むこともできます。ページ内の3、申請先、申請フォームに記載のある証明種類に応じた市税事務所管理課の申請フォームから申請してください。申請時の注意事項について、次の場合、証明を発行できないことがあります。所得証明を申請する場合、所得の申告、会社での年末調整や税務署での確定申告、市民税・県民税申告書の提出がお済みでない方は証明を発行できません。事前に市民税・県民税申告書の提出をお願いいたします。納税証明を申請する場合、税金の納付が確認できない場合は証明を発行できないことがあります。申請の際にはこれらにご注意ください。手数料について、手数料は原則1件300円です。また証明書の発行枚数に応じた郵送費と合わせて支払い依頼の電子メールが市税事務所から申請者へ届きます。電子メールを受信後、クレジットカードで支払いをしてください。証明種類ごとの手数料について、詳しくは画面の表を参考にしてください。なお、支払い依頼の電子メール送信日より5日を経過しても支払いの確認ができない場合は、申請が取り下げられたものとみなします。また、クレジットカード決済にかかる領収書は発行しておりません。証明書の発送について、支払いの確認後、市税事務所から申請者の住所へ証明書を郵送します。電子申請による
税務証明の申請方法について、詳しくは概要欄のリンクから名古屋市公式ウェブサイトの電子申請による市税に関する証明の申請手続きのページへアクセスしてご確認ください。